ですさっきはねちょっとアメリカの話をね和田さんがそうですねはいい発するしてくれました思いをぶつけちゃいましたね体温が今話した後の体温が高いですけど緩くいきましょうはいもうあのはいやもういや僕は例によって僕あのいっぱいネタがねメモがあるんですけどはいはい前回3つ消費しましたねあそうでしたっけ前回3つも話しましたっけ 話したかドラゴンボール。あ、ドラゴンボール入ってるのあ、確かに。じゃあ、8個増えたんで、今週。8個増えたすごい。需要と供給のバランスは完全に崩壊してますけど。いや、だからあれなんですよ。僕、あの、今年の頭からずっと言ってますけど、ライフハックネタをどうやろうかなと思って、まだ溜まってんです、僕。あの、まだ、そうそうそう。あの、ライフハックネタはまだしてないんで、まだ。 いや僕は前回の話もライフハックだって思ってるんですけど <laughs> そういうのじゃないですよ、僕が用意してる。<laughs> そういうんじゃない話にならないです。話になんない。<laughs> <laughs> どんだけ長い前振りをするんですか <laughs> <laughs> それをどうしようかなと思っても,うもはやライフネハックネタをどうするかってメモが入ってますから。もはや、ね <laughs> 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 もう手段が目的化してるじゃないですか <laughs>。<laughs> そうですね <laughs>。どう説明するかをテーマにする。<laughs> <laughs> あの、なんか僕の仕事効率化のいろんなテクニックみたいなやつがね、ずっと溜まってるんですよ。はい,はいはいはい。それはもう、し,もうしませんね。ねしない。しません、ね。<laughs> しないんですか。興味でも短いからそういうのね、してもいいんですよ。まあでもね。 逆にもしないですね。逆にしない、うん、いや、だからその流れについ,ついつい身を任せて話しちゃってもいいんですよ。だからその、ね別に。決まったこと話さん感じちもいいんだから。はいはいはい、でもあのー、なんか、ももはや、この番組やってて、その、そっち、誰が聞くのかなって思うときもあるんですよ。いや、結構、だから評判、評判っていうかその、リアクションいい気が<の>いやいや、僕の普段使ってる、 アプリとかおすすめのその使い方とかね、ハックの仕方とか、もうもはやその、番組のテイストから外れてしまってるなって、すごい、和田さんのせいで思ってます。いや、僕のせいですけど、それは完全だから何も言えないんですけど、それがいいじゃないですか、そのコントラストというか。<laughs> はいはいはい。もうなんともこう、二人の特徴が出てるね。だからもうしません。しないじゃしません。今日は違う話します。<laughs> そうしようかな、ね。<laughs> 佐沢さんも僕の方寄ってくると危ない番組になる気をつけてくださいね。さすがにバンされると思ういやー、そうですね。ルッキズムの話しますあー、なんか、いいですね。逆に。はい、逆にね。いいんじゃないですか。2周回って。二周回ってね。うん。いや、だから、イケオジね。あ、イケオジね。イケオジになりたいじゃないですか、やっぱ。なりたいですね、それ でね、なんかいや、思うんですよ。これ前からね。これ渡さん、昔言って、あんまり賛同されなかったら、もう一回ちょっとチャレンジしようかなと思うんですよ。はい。<laughs> <laughs> ありましたか気持ち僕はやっぱりその、まあこれ男性女性で変わるかもしれないですけど、やっぱりその、まあ少なくともまあ男としてこう生きてて思うのはね、やっぱでも、いい男かどうかっていうところに、そのルックスっていうものがね、どのくらい関係するのかなっていうのが、 もう正直、あの、若い時と、もう30代以降でもう全然違うなと思うんですよ。うん、もう、うん、その、イケメンだからいいっていうのは、やっぱり20代までじゃないですかと。うん、そうね。で、なぜなら、なんでそう思うかというと、イケオジって、その、どこでどうイケオジと判断してるかって思うと、見た目じゃなくないですかまあ見た目なんですけど、その、うん、顔がイケメンとかじゃない。 くないですか異教の人、イケオジだなみたいなそうね、顔、まあ、もちろん一部として入るけど、うんも、もっと優先してる項目があるかも、ね、なんかね、そのぼんやりしたイケオジ像っていうのが、やっぱりその,その、なんだろう、見た目じゃないところで戦っていけるための、なんか、ね、男にはすごい勇気づけられる、うん、そのポイントだなと思ったんですよ、うん、それはあの、そう信じたい、ね <laughs> <laughs> あると思うよね。ねうん、でもほでも、なんか、年取って50代、60代とかで、いけてるなっていう人って、なんか本当に顔で顔見てなくないですかね、なんていうんだろう、かもしれないですかね。そうですね。例えば、誰だろうねあの、あの人とかそうだよね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、こういう時名前どう忘れしますよね、あ <laughs> 室ロとか、室ロとかそうじゃないはいはいはい、まあ確かにね。ね。 俳優さんって基本的に、うん、そ,その系あると思ってて確かに実際顔だけ見たらうん,、うん、なんか普通にいるというかだけど俳優さんってみんないけてるじゃないですか、うん、だからそうなんですよまあ確かにまあすっごいやっぱ顔整ってる人もも,もちろんいるんだけど、うんうん、そのいわゆるこうある程度こうオーバーエイジというか、うん、なんつうんだろう あの、いわゆるオジになってきた時の、枯れ方で、結構、その、美しさとかじゃない枯れ方ってあるよね。あの、なんていうの髭ヒゲがこう、無将で流行ってて、なんかダンディズムというそうですよね。遠藤健一とかだって。あ、遠藤健さんとかでも、かこいいじゃないですか。かっこいいね。そう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 。ああいうふうになっていけると思うんですよ。どんな人もやっぱ。うそれ、なんか、どういうふうに努力していけばいいかなみたいなね。そういう話とかね。ああでも、 確かに、それでも、なんか、やっぱりあの、何かこう、ルックスとかそういうことではない、なんかポリシーみたいなのを感じる、うん。やっぱり本当に生き方とか、そういうものがもう本当に反映されちゃうんだと思うんですよね。ねそうだよね。そうそう。だから腐らずに、こう磨き続けていくと、誰でも生きようになれるんじゃないかなと思うんですよ。うんうん、確かにな、うん だからまあ、その、伴って、まあもちろんその、室ロさん、まあ室ロさんおじさん体型だけど、炎剣さんとかやっぱスタイルすごいいいし、<ー>でもあれってやっぱり、その、なんていうのその、そこの自助努力も含めてのかっこよさなんだよね。なんかやっぱり、うね、こう。やってちゃんとしてんだろうなみたいなとか、ねうん、そ,うそうそうそう。うん、やっぱりああいう、なんつうんだろう。こう、渋い男で、まあある意味俺はそういう男でいたいんだっていう、男らしさ、うん、今っぽくない。 って言われるかもしんないけど、うん、男らしさ大事にしてますみたいな、ね、ああいうやっぱ態度というかさ、うん、その醸し出してるなんか匂いとオーラがありますよね、やっぱね。うんうん、で、なんかそれは別に体型によらず、たぶ室剛さんでもそうなんだけど、やっぱなんかあの渋さと、なん、なんつうんだろうね、感性の良さというか、うん、センスとかもあんのかな、うん、なんかこう、うん この人なんかセンスすげえいいな、みたいな。すごいこう、ぐっとくるな、みたいな感じ。うんうん、っていうのは、あれはこう、イケオジの、イケのその幅の広さというか、うんうん、ね、イケメンってイ,イケメンじゃん。イ、はい、の顔じゃないですか。イケオジって面じゃないんだよね。そうですね。うん、でも、おじさんを見て、顔が整ってるかどうかなんて誰も見ないんですよ。見ないね。うん だけど、まあ、イケてる人に似てるって思うから、うん、本当にそういう意味で、なんか顔じゃなくなってくるなと思って男はね。確かにね。うん、あと、これよく言われますけど、声とかがすごい、やっぱり、キーワードとかも言ったりしますよね。<ー>声ってやっぱり性格と、あとは、まあ、そのいろいろ出るじゃないですか。そのやっぱり、うんあの、声質もそうで喋り方とか、だからあれはやっぱりもう全然見た目の話ではないし、うん、やっぱりその、 そういうこう集合体としてのこのバランスというか、ね、そういうのもあるかもしれないね。う,ねうん。まだ知性とかもね、入るかもしれないですね。あるかもしれないですね。いや、だからさ、これあの、ちょっとすみません、それ取れ,れちゃうかもしれないけど、はい、あの、最近だからその、やめじゃに、やめじゃにいるじゃないですか。はいはいはい、やめじゃにね、はいはい。いや、暴れてますもんね。だから、はい。 いや、なんか僕、だから、これどう、なんかね、難しいんじゃない議論がどう、どうなのかな例えば、あの、大野悟くん、嵐の、うん、ね、大野悟くん、最近の、知ってますなんか。あいや、全然わかんないですね。最近ね、タトゥーバキバキ入ってるんですよ。うん、あ、そうなんですね。<laughs> <laughs> で、おひげ生やしちゃって。はいはい、はい、だから、まあス、スタイルで言うとちょっと長瀬くんっぽい感じになってきちゃってて、それがもう、大品宿。 あそうなんです、ね。うん、ワイルドになっちゃった。ワイルドになっちゃった。なるほど、なるほど。ちょっと、1一、二、三世代前ぐらいのワイルドさんみたいな。<laughs> なんか、湘南のおじさんみたいな。なんか、だからやっぱり、なんか、大野くんって <laughs>、まあ当然今でも、その、アイドル顔だし、うん、全然そのままでいいんだけど、だからやっぱこれ難しいよね。ただ、ただワイルドになればいいんじゃないんだっていうのと、はいはいはい なんかこう、やっぱりだからそこを醸し出す、やっぱり、その、いわゆるルックス、ま、結果ルックスで判断はされてるんだが、ルックスでいけてるかどうかっていうところが、やっぱり、 単純じゃないなっていうのをすごい感じて。だからそのかっこいい顔の人がワイルドになったらかっこよくなりそうじゃんって思うんだけど、うん、そうじゃないなっていう。ああう,ね、うん。だから、イケオジイコールワイルドっていうわけでもないっていうね。このなんか不思議な感じ。だから結局やっぱ、ルッキズムなんだけど、ルッキズムじゃないっていう、この不思議な感じがあるんですよね。<ー>うん。確かにね。うん。だからまあ、オードくんだったら別にそのままでええやんみたいな感じっていうのも、うん、だからそれはやっぱり、 まあちょっと昔の印象がこぶりつきすぎてるからっていうのはあるかもしれないけど。うん。なるほど。でも、面白いよね。そうそう考えていくと、ね。まあ確かに。あの、ジョジョの書いてる荒木さんが。荒、うん、木さんね。あ,ああいうき物もいるああ、綺麗な。綺麗な。綺麗王子ですよ、ね。なるほど。だから、あの、べ、すごいベイビーフェイスですもんね。あの、もうだって60過ぎてるでしょ、荒木さんなんてもう。 いやだから、そうなんですよね。あの路線の人が妙にワイルドになりすぎちゃうと、ちょっと違うって思っちゃうのかもしれない。荒、はいうん、木さんは荒木さんでも、うすごい、ある種こう、あの、いけてるおじさん像が神格化されてるみたいなのあるじゃないですか。うん。なんかこう、美しさというか、な,なんていうの、やっぱすごい、醸し出してる何かがやっぱありますよね。うん、まあ、お顔もお綺麗ですけどす。変わんないですよ、ね。変わんないね。うん、まあ、やっぱりその美魔女の男バージョンじゃないですけど。 だそうだよね。だからああいうのもかっこいいですもんね。うん、かと言って、あの、僕はだから割と太ってるおっちゃんタイプの人もかっこいいなって思うとこがやっぱあるんですよ。それこそ変な話、六角聖児さんとか、<laughs> あの辺ですら、<laughs> はい、その、 良さがな、味わいというか、なんつうんだろうね。ああいう、クズみたいな、く、クズ性質の、六角さんってやっぱちょっと、そういうとこあるじゃないですか。キャラクター的に。の、なんか醸し出す、なんか、なんつうんですかね。あの、体型とか全然別に、スリムとか、はいけ、はい、いけ要素はそんなにないんですけど、だからそういうのを、あの、だから、 空気階段の鈴木もぐらとか、あの辺もなんか <laughs>、なんかわかんないけど、なんか良さを、<laughs> 僕はちょっとね、これマニアックすぎるのかもしれないけど、だからやっぱり、それはやっぱ田沢さんの論に乗っかってる気がする。なんか、全然だから多分その女性化すると性的対象とかそういうものから外れちゃうのかもしれないですけど、良さっていうかなんかこう、たまいのなんか、よく見ると、 まあかっこいい顔してますね。なんか、うん。っていうのもあるから、面白いですよね。はいはい、だからこう、なんかこの,う、ね、この感覚っていうのは、どこでこう、池のおお、そのおじたちの池の部分をどこがどう判断してるのかわかんないけど、そうね、なんかいけてるように見えちゃうみたいな。はい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 。これ、あの、ちなみに、 女性バーもあるんですか女性の。いや、だこれはわかんないから、うん、そこはもう言及しません。<laughs> 言わない方がいい。<laughs> いや、でもわかんないぞ、だって。なんか。イケオネ。イケ、イケオネ。少なくともなんか、男として、こう、自分が生きてて考えてて、思ってたっていうぐらいなんで。うん。なんか。そうね。うん。前だ、ワ田さんとこの話して、ワ田さん、ハテみたいな顔してたから、してた気がするんですよ、僕は。 そう,そうそうそう。<laughs> いや、終わりたんだってね。共感してますけどね。成型,型かなんかの話してたのかな。<ー>なんか、なんか整形とか興味あるかないかみたいな。ああ<ー>、うん、そうそう。で、僕全く、だからそういうところが興味ないみたいな話してて。で、やっぱりその、三十代以降になると、やっぱ変わってくるんじゃないかみたいな。うん、若い時にどう、ね、いうところでかっこいありますよね。うん、伝わってよかったっす。いや、全然、あの、共感できますけどね。う,うん。 いやむしろその方が自分にとってもいいしね。<laughs> だってもうね、そのもうあ、た竹たのうち豊かみたいな感じじゃなかったら池王子じゃない世界観だっ悲しいじゃないですか、<ー>なんか。はいはい、はい、まあ、もちろん羨ましいけどね。<laughs> スタイルも顔も。でもそうじゃない池王子もいるってことでしょそう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 。ねうんうん だから、そう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 。だ諦めずに、こう、男を磨いてるっていうことが、まあ、な,なるのかなと思うんですそれはでも、その共通して言えるのはそこかもしれないですね。<ー>やっぱ、だからその、さっきの炎健さんもそうだし、あと、あの、松重豊さんとか。あ,あのすね。もうなんからすごい、スタイルもいいし、多分、松重さんなんて聴いてる音楽がめちゃめちゃわ若いですしね。なんか,だから、<ー>なんかわかんないけど、そういうちゃんとこう取り入れてるというか、まあ、 あの若作りしてるって意味じゃないですよ。若者にこう、うん、媚びてるってことじゃなくて、やっぱなんかそういう楽しんで、そういう、そうそうそう、自分らしさみたいなのね、求めてるみたいな,な,な。だから諦めかな諦めたらなんかわかるんだと思うんですよね、見てて。まあそうだね。うん、うん。諦めはわかります。これでも諦めに関しては男女共にそうですよね。そうそうそう。これは、もう。だだからその そうなんですよだからもう30超えてくるとみんな諦め、諦め始めるでしょ、諦めるね。<laughs> だからそのそ、そこで差が出るんだって思って。早いぞっていうね、痛くない人いるけどね、<laughs> そうなんですよ、だからその、若い時にね、なんかそういうこう、モテるモテないで、なんかこう、不遇なこう経験をしたりとかしてても、30代超えて、あの結構また戦い始められるなって思うんですよ。多分ね、うん、んか確かに確かに。諦めないだけだから。 そうなんだよ。うん、だから、たとえ一回こう、ブレイクダウンしちゃっても、うん、その全然40代とかでも巻き返せる。ひたっしたら5、60代でも全然いけるってことなんだよね。結局だからその、なんだろうな。やっぱりその諦めなさと、まあ楽しんでるかどうかとかそういうのもあるのかもしれないけど、だから全然それで、ね。 あの、玉金みたいになれる。そうみんな、みんなあるわけだね。だから若い時に、こう、見た目、顔、なんかコンプレックスがあって、自信なかった人でも、多分、だから、30代超えて磨き続けたら、きっとそれが別の、なんか味とかになって魅力になる気がする。いや、そう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 。味ね。そうそうそう。だそれが、ま、少なくとも男はそうだなと思ったっていう感じ。俳優さんとか見てても。そうね。うん。確かに、そこの変数は男はすごい多いですよね。そうそうそう。 いろんなパターンあるもんね。さっきのその、うん、キャラクターとかもあるし。で、で難しいのがまあ、そのさっき女性の場合は割とこう。 化粧とかそういうので、いろいろ、なんか、こう攻めれるとかなんだけど、逆に男はさっき言った大野くんみたいに、ちょっとその、ずれちゃった時に変な感じになっちゃう可能性もあるみたいな,な。別その、あの大野くんはあの大野くんで僕好きなんだけどね。なんかそのワイルド、なんか、ずっとやりたかったんだろうな、みたいな感じが。はい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 。やめ、やめじゃにってなんかよくないですかなんかあの、みんなこう、なんかちょっと、 自分らしさが確かになジャニーズの呪縛からね。解放されて。か解き放たれて、自分が出ちゃうみたいな。切り外せちゃうみたいな。そうそうそう。で、松潤ぽっちゃりしちゃうみたいな。あそうなんですね。今ぽっちゃりしちゃったな。やめてないのかもしれないけど、今ぽっちゃりしちゃってる。いや、だからやっぱ、そう思うと、こう、 あの、うんまあ、40代、5、60代以降の生き方ってちょっと変わってくるなと思いますよね。なんかこう。うん、でもなんかほんと最近、なんだっけ、衝撃的な、なんか、あのラ、ティックトッカーみたいな、なんかたまたま見た人がいて、えっ、ー、とね、よ、年齢いくつなのか、男の人なんですけど、年齢いくつなのかな多分40。たださよの年上ぐらいな感じなんだけど、 まあ、お顔が綺麗で、で、コスプレイヤーなんですね。で、女装コスなんですよ。女、女性キャラクターをコスプレする人みたいな感じで。いや、だからね、もう怖くなりますよね。だって女性を超えちゃってるんですよ、その綺麗さが。で、化粧も確かにしてるんだけど、化粧に頼ってる感じじゃないんですよ。も、も、元がやっぱりかっ、かっこいいというか綺麗なんでしょうね。だからまあ、うん ちょっとやっぱりだからその、なんつうの、すごい時代だなと思いますよね。なんかその全然男が女性になれちゃう時代ってか乗り越えられちゃう時代みたいな。<ー>びっくりするぐらい綺麗なんですよ。それぐらいこう衝撃を受けるぐらい<ー>、うん。別にだからその、LGBT の数じゃないんですよ。本当に単純にそういう、あの、ライバーとしてそういうこう衣装を着てるだけで、普通は普段、普通の男の人らしいんですけど。はいはい だからそういうことでもあるからね、なんか綺麗さかっこよさっていうのが、やっぱり奥深いなと思いますよね、なんか本当<ー>もうわ、わけわかんなくない。なんか麻痺してくるもんね、なんか。男か、みたいな。<laughs> <laughs> は,いはいはいはい。うん、なそういうおじもいますよっていう、うん、なるほど、うん。情報なんですけど。いや、だから僕がなんか、そう、あだから僕、結局その、なんか見た目がいいわなんか整ってる整ってないっていうのが、うん、僕は全然その、 なんか議論そこがこう訴状に上がってくる必要がなくな,ないなと思ってるってことなんですけどそれが美容整形とかの話でなんか結構美容整形に対して好意的じゃないですか最近って、うん、で美容整形を批判すると叩かれるみたいなちょっと一瞬まで謎なそういう風潮がねそそそそう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 、うん、だからそれってこうなんだろうある種逆に言うとそのルックス至上主義ではあるじゃないですか言い方が言うとそう、ね、そうなんですよじゃれに対して僕はいろいろこう思って 今日の話に至ってるって感じなんですよ。いや別にそこまで、なんだろう別の捉え別の見方で、あの、ルックスじゃなくて、なんだろ、元々の顔の造形以外で、全然その魅力ってあるよっていう話を、その、ふ、ふにしたくてね。いや本当でもでも、違和感あるんですよ、やっぱそ。そうなんですよね。うん、なんか、だからその、やっぱりこれは、その、すいません、ちょっと一個前のエピソードの話にも紐づいちゃうんですけど、 なんかやっぱり、だからその、言ってることのちぐはぐさというかさう、だって、ね別にみんなどんな顔してたっていいじゃない、どんな肌の人色をしてたっていいじゃないって言いつつ、でも自分らしさ、自分がやりたいことはやっていいんだよ、整形して大丈夫だよ、な。そうそうそう。な、なんなんだって感じだよね、そのなんか、その、そのもっともらしさって。とそれ以降わかんなくて。<laughs> なんか、なんなんだろうね。これあ、あ、もうちょっと、すごいいっぱいいろいろエピソードが出てきちゃうんですけど、<laughs> あのー、 まあ僕子供いるじゃないですか。あのー、だから、結構僕は別にいいんですよ。あのー、別に、本質的には僕はなんかどう,どういう価値観でもいいと思ってるんですけど、今の子供ってめっちゃ自由なの知ってます今の、はいはい、僕の子供まだから小 6, 小6ぐらいなんですけど、小 6, 小6と小3と3歳ですけど、うん、めちゃめちゃ小学校自由なんですよ。だから、 あの半分金髪のやつが、ね、<ー>いるんです。半分金髪のやつとか、ピアスバキバキ開けてくる子とかいるんですねおーみたいな。ーなおーみたいな。いいねーみたいな。<笑><笑>僕もだから、そういうやんちゃな学校行ってたんでね、全然、その、驚きもしないし、違和感はないんですけど、でもこれやっぱ言えないんだろうなーってね、もう学校は。そうそうでしょうね。ねうーん で、これだから、なんでそう思ったかというと、そういうのを、まあ別にいい、なんかいいからやってる子もいるんですよ、もちろん。うん、だけど、そういうのに違和感を持つ子もいるんですって。うん、で、うちの子が例外なく違和感を持って、なんで噛み覚めてんの学校でみたいな。うん、言ってたんですよ。だからそれ、答えられなくて。<laughs> うーん。まあ別まあ、染めてダメとは言われてないからじゃないかなみたいな。<laughs> は,いはい。って言うんですけど、 言えないんでしょうね。やっぱね、こう。まだ染めない方がいいよとか。そうそう中学校から。<笑><笑><笑>だからなんか、でも僕は言える社会であってもいいと思ってるのね。うん。要はその、僕らの時代だったら言われてたでしょその、うん、ちなみに。まあ、何小学生のくせ染めてるんだか、髪みたいな感じで言われてたからね。うん、まその価値観で、僕らは考えちゃうっていうのはあるんだけど、うん、注意してもいいとは思うけどね。 なんかこう,そう。そうですね。うん、なんか、かその自由さは大事なんだけど、でもその自由って、本当に自由かみたいな。確かに。それは分かんないっすわ。うん、何も、何も出てこないですわ。難し、ね、分かんないっす <laughs> だからさ、その整形の話もさ、もしかしたら小学生が整形したいって言い始めちゃったら、うん、先生どうお答えになるんですかっていう,う,う話になるんですよね。そうなんですよね、うんだ。だから、だから、結局、あの、 やっぱりあのうんだからその顔の造形が大事っていう社会であることには変わらないしそれを加速してる気はするそう,す、ね、そうなんだよねだから僕はそ,<う>そのイケオジ論を喋りたいんですよ今日はそうだねかかだからそうそうだそうなのよ、うん、その本質はそっちだと思うし <laughs> まあこれだから男性女性ってって でまあ、もしかしたら女性の方にもそういう,こういろんなパラメーターがあっていろんな美的感覚あっていいよねみたいなのは僕はそれもそれであると思ってるのよ。もちろんそのね、あの、なんていうの、こう理想 なんつう,理想なんつうその理想的なことを言いすぎるのもあれなんで言うと、やっぱりその見た目で判断されちゃうっていう事実はもちろんあった上で、あった上で、ただ人のそれぞれの見た目のこう形状の,あの特徴とか良さっていうのはあるよねっていうのは、女性も男性も変わらずあるとは思うんですよね。だからやっぱそうなった時に、なんかその、まあで難しいね。ファッションとかもそれで言うと、じゃあ、 いやでも違うな。自分の体の話と趣向の話は切り分けた方がいいんだな、多分な。なんか、こう、その、なんて言うのその、なりたい自分じゃないけど、んなんかそ、それをどこに線引きがあるのか、みたいな話だよね、これね。うん。すごいこの、これを。 奥行きがある話だよね。なん,なんかだから政 <laughs> なんなんつうの政見は僕批判したくないんですよ。うん、全然いいと思うんでけど、政見、うん、って多分こう議論の仕方があると思ってて、うん、僕今の。 現代社会でこれだけその技術が、テクノロジーが進んだ、今だったら整形全然した方が、うん、あの全然したかったした方がいい、うん、仮に、この技術が全くなくて、美容整形ができないっていう状況、うん、で、もしくは禁止っていう状況の時に、果たして美容整形、その時ってどう思うのかなと思うんですよ。<laughs> 確かにね。そう、前提が変わると、議論変わるかなと思ってて。確かに確かに。うん。そうだね。うん。だから、 そういう、こう、そうだよね。基準みたいな話もあるよね。なんかその、前提とか基準とか土台とか。まあこれ文化みたいなとこもそうなのかもしれない。例えばその美容整形ってものが全く概念がないときに、顔を後で変えられるっていうことでどう思いますかってなったら、また今と違う議論になる気はすると思いますよね。うん。だからやっぱりその、結構だからその、これいい、いい点もあんですね。なんかこの、 前のその、僕が一個前に話したエピソードでもそうなんですけど、やっぱこう何を大切にしていくべきかみたいなのっていうのは、もっとみんな話してもいいんだろうね。うんうん、本当は。なんかタブー視されてるから、言えないじゃん。神様じゃダメだよとか、その、世間ゃダメだよみたいな言えないんだけど、なんかもっとやっぱり何を大切にしていくべきか結構多分、 話せる気がだからそれすで、ね、に自由っていう前提の中で自由にいろいろやってるものを知ってるからこそそこの差分を感じて不幸を感じてるってわけだからだからでもなんかそれをもしかしたら乗り越えた先に何かある可能性があるわけだから、うん、だからその単純に例えば整形っていう答えでもいいんだけど。 そうそう、それと先になんかありそうな気もする。人類がこれから乗り越える壁で僕そこ一個あるかなと思ってて、いずれ本当の意味で。こうみんなが違ってることが自体はめっちゃいい、それがそのすんなストレートにいいっていう時代が一周回って、こう乗り越えてくるのか。くる可能性はわかんないんですけど。来てほしいしね。そういうじゃあ、めっちゃ面白くなるよね。そうなったら、今みんな B ってものが均一化されてるから、反動で、もう一回もなんか。その、なんかね、いろんなイデオロギーと一緒で、なんか戻る。 だからこれをやっぱりあれですよグローバリズムみたいな感じで押し付けちゃったからみんなちょっとそれに気づき始めてるのかもしれないですね。うん、いわゆる押し付けられたものとのギャップで苦しんでるとか、うん、人の欲望を模倣しようとしたりとかっていろんな,こうなんか幻想の中で生きてるからだからそれはやっぱりさっきったもう最初のなんか今日の始まりに話した。 SNS を捨てるみたいな話は、だからそこにつながってていいなと思いました、どうでもいいんだよ、う他のいいよさとか、他の人が言ってるよさ、押しつけがましいよさ、ありがとうございました。